イントロダクション、職場コミュニケーションの重要性。職場でのコミュニケーションは、チームの協調性、効率性、そして全体の業績に大きな影響を与えます。この記事、職場でのコミュニケーションを成功させる、効率的な話し方の秘訣では、職場でのコミュニケーションの重要性に焦点を当て、その効果的な実践方法を探ります。明確かつ簡潔なコミュニケーションは、誤解を減らし、作業の進行をスムーズにし、全員が同じ目標に向かって努力することを促します。この記事では、効率的なコミュニケーションの基本原則、アクティブリスニング、非言語的コミュニケーション、そしてフィードバックとフォローアップの重要性を紹介します。これらのスキルを習得し、実践することで、職場のコミュニケーションが向上し、個人及びチームの成果が高まります。効果的なコミュニケーションは、職場の生産性を高め、快適な職場環境を創造するための重要な要素です。明確性と簡潔性、効率的なコミュニケーションの基本。職場でのコミュニケーションにおいて、明確性と簡潔性は、極めて重要な要素です。このセクション、明確性と簡潔性、効率的なコミュニケーションの基本では、伝えたい情報を明瞭かつ簡潔に伝える技術に焦点を当てます。明確な目標を持つ、コミュニケーションの際は、何を伝えたいのか、どのような結果を期待しているのかを明確にしてください。目的を明確にすることで、話す内容を絞り込み、効率的なコミュニケーションが可能になります。主要なポイントに集中する。会話やプレゼンテーションでは、主要なポイントに集中し、余分な情報は省略します。簡潔なメッセージは、相手にとって理解しやすく、要点を把握しやすいものです。具体的な例を使う、抽象的な概念よりも、具体的な例を用いて説明する方が、相手に伝わりやすいです。具体例を挙げることで、理解を促進し、誤解を避けることができます。簡潔な言葉遣い、複雑な専門用語や、長ったらしい説明は避け、簡潔で平易な言葉を使いましょう。シンプルな表現は、コミュニケーションをより効果的にします。リスナーの視点を考慮する、伝えたいことを相手の視点で考え、彼らにとって何が重要かを理解することで、コミュニケーションの効果を高めることができます。明確性と簡潔性を持ったコミュニケーションは、職場での誤解を減らし、効率的な情報の伝達を可能にします。これらの原則を実践することで、職場のコミュニケーションが、よりクリアで効果的になり、チームワークと生産性が向上します。アクティブリスニング、聞き手としての役割を強化する。アクティブリスニングは、職場コミュニケーションにおいて、聞き手としての役割を強化するための、重要な技術です。このセクション、アクティブリスニング聞き手としての役割を強化するでは、アクティブリスニングの実践方法と、その効果について探ります。全神経を集中させる。アクティブリスニングでは、話している相手に、全神経を集中させます。これには、携帯電話や、コンピュータの画面から目を離し、相手に完全な注意を向けることが含まれます。非言語的なサインに注意を払う。話している人のボディランゲージ、表情、声のトーンなど、非言語的なサインに注意を払います。これらのサインは、言葉だけでは伝わらない感情や、意図を理解する手がかりとなります。反響や要約で理解を示す。話された内容を、簡潔に要約し、相手にフィードバックを与えることで、理解したことを示します。これは、相手に対して聞いていることをアピールし、コミュニケーションを強化します。質問をする、適切なタイミングで質問をし、話の詳細を掘り下げます。これにより、相手の考えや意見を、より深く理解することができます。共感を示す、共感を示すことは、良い聞き手であることの重要な部分です。相手の感情を理解し、共感する態度を示すことで、信頼関係を築きます。アクティブリスニングを実践することで、聞き手としての役割が強化され、相手とのコミュニケーションが、より効果的で意味のあるものになります。職場において、アクティブリスニングは、チーム内の相互理解と信頼を深め、より良いコミュニケーション環境を作り出すのに役立ちます。非言語的コミュニケーション、言葉以外の要素の活用、コミュニケーションにおいて、言葉以外の要素、すなわち非言語的コミュニケーションは、メッセージの伝達において重要な役割を果たします。このセクション、非言語的コミュニケーション、言葉以外の要素の活用では、非言語的コミュニケーションの重要性と、その効果的な使用方法を探ります。ボディランゲージの理解、ボディランゲージは、感情や態度を伝える、強力な手段です。姿勢、ジェスチャー、目の動きなどは、言葉とは異なる情報を提供します。例えば、オープンな姿勢は、受け入れの態度を、クロスした腕は、防御的な態度を示します。表情を読み取る。表情は感情を伝える重要な指標です。喜び、悲しみ、驚き、怒りなどの感情は、顔の表情を通じて伝わります。相手の表情に注意を払うことで、言葉だけでは伝わらない感情を理解することができます。目のコンタクトを保つ。目のコンタクトは、コミュニケーションにおいて、信頼と関心を示す方法です。
適切な目のコンタクトは相手に対する注意と尊敬を表します。声のトーンとリズム、声のトーンや話すリズムもコミュニケーションにおいて重要です。声の高低や強弱は言葉の意味を強化したり、特定の感情を伝えたりします。スペースの使用、個人的な空間の使用は関係性や状況の快適さを反映します。距離の取り方は親密さや敬意の度合いを示すことがあります。非言語的コミュニケーションの適切な理解と使用は職場でのコミュニケーションをより効果的で豊かなものにします。これらの要素に注意を払い適切に活用することで、言葉とは異なる重要な情報を伝え、相手との理解を深めることができます。フィードバックとフォローアップ、コミュニケーションを完結させる。コミュニケーションのプロセスを完結させるためにはフィードバックとフォローアップが不可欠です。このセクション、フィードバックとフォローアップ、コミュニケーションを完結させるでは、職場での効果的なフィードバックとフォローアップの手法について探ります。明確なフィードバックの提供、コミュニケーションの後明確で建設的なフィードバックを提供することが重要です。フィードバックは相手の行動や発言に対する評価や感想を伝え、相手が自己改善の機会を得るために役立ちます。正直かつ尊重あるアプローチ、フィードバックを与える際には正直かつ尊重のあるアプローチを心がけます。批判的ではなく、相手の成長や改善をサポートすることを目的として伝えることが重要です。フォローアップの実施、コミュニケーションやフィードバックの後は適切なフォローアップが必要です。これは話し合った事項や決定に対する進捗の確認や追加のサポートが必要かどうかを把握するために行います。双方向のフィードバックを奨励、効果的なフィードバックは双方向であるべきです。相手からのフィードバックも受け入れ、それに対しても反応や対応を示すことが相互理解と信頼の構築に寄与します。定期的なチェックインを行う、定期的なチェックインはコミュニケーションの継続性を保つために役立ちます。継続的な対話を通じて職場の課題や成功を共有し、チームとしての成長を促進します。フィードバックとフォローアップはコミュニケーションを効果的に完結させるための重要なステップです。これらの手法を適切に実践することで、職場のコミュニケーションがより成果を生み出し、個々人およびチーム全体の成長に貢献します。まとめ、この記事、職場でのコミュニケーションを成功させる効率的な話し方の秘訣を通じて、職場でのコミュニケーションの重要性とその成功のための効率的な話し方を探求しました。明確性と簡潔性を持つコミュニケーション、アクティブリスニング、非言語的コミュニケーションの役割、そしてフィードバックとフォローアップの重要性を見てきました。これらの要素を実践することで、職場でのコミュニケーションがより効果的で生産的になり、個人およびチームの成果が高まります。 YouTube 登録のお願い、さらに職場コミュニケーションに関する詳しい情報やヒントを知りたい方は、私たちの YouTube チャンネルをチェックしてみてください。チャンネルではコミュニケーションスキル向上に役立つ様々なトピックを取り上げ、実践的なアドバイスを提供しています。チャンネル登録をすることで最新の動画や更新情報をいち早く受け取ることができます。通知ベルマークをクリックして、新しいコンテンツがアップロードされた際に通知を受け取ることもお忘れなく。皆様のご参加とサポートに感謝します。これからも実用的で有益なコンテンツを提供し続けます。 YouTube チャンネルの登録ぜひよろしくお願いいたします。